今回の動画では4月から放送が始まる2024原アニメの独占配信タイトルを各種配信ごとにまとめて紹介していきたいと思います。まずはアベマ、囁くように恋を歌う。魔王の俺がドレエルフを読みにしたんだがどうめでればいい以上2作品でございます。 ディズニープラス、ザ・ファブル、戦隊大失格、サンドランド、ザ・シリーズ。サンドランドはもともと劇場作品なんですけれども、まあそれはね、まあ再編したもの、プラスですね、それの続編をですね、一つの、えー、ザ・シリーズとして、3月の20日から、えー、ディズニープラスで配信がスタートしております。まあね、あの1話から7話まで配信して、その後の8話以降はですね、毎週1話ずつ配信という形でございます。DMMTV、死神坊ちゃんとクロメイド第3期、FOD、 ただいまお帰り。 ネットフリックス、グリム組曲、タイムパトロールボン、ライジングインパクト、それぞれ配信開始日異なりますので注意してください。ということで以上が4月から始まるアニメの独占配信まとめでございました。ま、あ来期ね、かなり少なめでございます。はい。ディズニープラスがね、仙台大失格とかザ・ファブルとかがありますので、ちょっと注目というか気をつけたいところでございますかね。アベマはまあ実質まあ無料みたいなもんでございますが、そんなに気にしなくてもいいかなっていうところで、えー、そんな感じで、えー、ぜひともね、来期アニメ始まる前にしっかりチェックして臨んでみるようにしてください。それじゃあまた。